大丈夫です、入れ替えて、大丈夫です、入れ替えて、うん、そうです、で、あの話してみて、メロディーがあれば大丈夫です、一番最初のトランペットスタート、これを最初に振って、でこれをコールに振って、その後のこれもトランペットが振って、こっちをコールが。Thank you.
映像は皆さん見られましたでしょうか。じゃあその段取りでいきます。ちょっと今佐伯さんがいらっしゃらないので私の汚い声ですが言いますのでお願いします。いろいろな楽器の音色がしてたね知ってる楽器だったかなっていうのが
本番の時またチェックしていただいたら、はい、はい、今日はとりあえず出てるか、はい、はい、調整でこのバランスこちらが、はい、まあ、そのどちらでも大丈夫なんですけど、こっちだと多分バランスが聞こえにくい、まあ、普段もその本番前にそのチェックをしながらリハーサルをすれば本人は大体決めていただけると思うので、はい、じゃあ後でまたその絡むことですよね、うん、こちらはクロスからしか聞こえないと思うんですけど、ここはね、そうですね、前に出してる分だけです。前カメラの M8 アナウンスとの間にだから、そのモニターをまあ、一回今日、今からやってこれぐらいだったら聞こえるなっていう感じだったら、もうこの状態でいける。はい、わかります。今からそれを、カラスさん、19時40分まで、今から30分ちょっと、30分間でお願いします。はい。じゃあ、じゃあ今回は7色の声を、本当は10人出るんですけど、声を出します。岩木智子さんです。一番最初は、なんか話ありますか？はい、佐伯さんがいろいろちょっとご紹介になって、うん、ではどうぞから、はい、もう、今日いただいたから、はい、テキスト勉強します。寝ているばあさんの顔を覗き込んだ。
って、私言いたいのは、さっきお願いしたことがあって、で、ディソナンスが欲しい、怖い音が欲しい。ですから、最初の一小節、みんなフォルティッシモで全部音を一緒に弾いていいんですか？それはコントラバス、チェロ、ビオラ、2番バイオリン、1番バイオリン、で、フルート2小節、最初のディソナンス、ちょっと鳴らしていいですか？最初の音、怖い、怖い感じ。シンバル。雷様的な。ガチャガチャガチャ。うん、じゃあ、ドク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 、チンパニウム、ドクドクトレモロをやって、パッカーシマ、シューやって。そうしましょう。で、その後、楽譜通りいっていいですか？はい、いっていいです。で、その後、楽譜通りいきましょう。一小節目だけ、うんうん。で、二小節目で、で、その後、普通にこの楽章をやります。頭から。そうそう、頭から。これはただ音が欲しい、ちょっとディソナンス、何でも。ピアノじゃなくて、心はないですね。今、そしたら、セリフのですね、便所の外へ逃げ出したっていうセリフがあるんですけど、その、ピッコロの、なんか、プルルっていう駆け上がりみたいなやつで、曲を終わりにしたいので、はい、最後、そのセリフと同時に入れてもらっていいですか？逃げ出した。逃げてる感じで、上に上がってもらったり。その後、なんかピアノグリサンドとか、シンバル。そう、ピアノじゃなくて、ピッコロに変えて。ピッコロをやります。ピアノに行く人がいない。それを見せなくていい、私の方から。あ、もう、あのセリフをやるだけで。で、シンバル最後にあります。で、この楽章の最後、それはどうしてますか？それは、それは大丈夫です。さっきみたいに。一番この曲の終わり。あ、終わり？終わりにシンバル。なんか言ってました、曲の時。あ、これ ないですね。ない、これなし。ない、ない。じゃあ、分かりましたか？大丈夫ですね。この音ただ鳴らして、で、その後ストップで、普通に楽譜通りこの楽譜になった。いいですか？じゃあ、もう一回その最後の話の方、その、そこにしてしまう。ちっちゃく12、13のあたり3つピアノでします。クレッシェンドなし。うん、そう、クレッシェンドなし。すみません、もう一回全部しましょう。うん、シッコーならここでしまい。はい。シックル。はい。ああ、シッコー
Okay. で、その後すぐそのまま。まだまだ。まだ。セリフがあります。続けて。うん、山ではほとんどの便所が上がりがないので。Thank you.
わかりました。これをちょっとごめん、これ私ちょっと言い方が悪くて、急がなくて弾いてほしい。ファゴとタッ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 タ、結構こうはっきりで、この曲終わった後に次の話
3泊になると、今譜面がないけど、その発車までちょっとオーガニゼーションして、ヤンパッパッパッパンって覚えに来る。インテンポじゃなくて、ヤンパッパッパッパン。で、トリパークは、ヤンタガ。2小節目はヤン。ヤンタガ。だからヤン。3小節目またフォルテ。4小節目またピアノ。ちょっとクレッシェンドして、ラッタッタンタラン、ラッタッタン、で、ヤンタラランタンって長く、ザッザッザッ、ヤンタラランタン、ザッザッザッ、ザッザッザッ、ザッザッ、アップビート。で、ヨント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 ン、ここメロディー。ちょっとやっていい？もっと軽く、ただその大事なポイントだけでアクセントつける。サッ、サッ、サッ、アクセント。ワン、ツー。ここはね、アップヒップがある。それ大事です。ワン、ウやったったった、ピータララライ、やった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 。ってことは、重症数目は、リタルダンド3、その2拍で。そこは、私、4つで、たったったった、ピータララライ、たっ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 た。で、次の重症数目は、もうやって。それはすごく大事。もう一回、最初から1、1で。10小節終わり、もう11小節のものとして考えたらららら、ラッタッタッタ弾いていい、いい、もう一回同じところ。
に出てしまう。これでいきます。あーい。Thank you.
長めにでも歌ってもじゃあもう一度だけ今のお願いします。ファンファーレ気にしなくていい。その後入るときにあの話はちょっと抑えてもいい。ここはやっぱり楽に弾かないと。ちっちゃくちっちゃくって言われると弾けなくなる。みんなを。
この小説だけ。そう。それぞれ。その一曲、一緒、最後の小説。
なんかアンセンビあると思う。じゃあ、ありがとうございました。お疲れ様です。竹富さん、明日のことの連絡を先に、もう受け先にばらしますので。じゃあ明日よろしくお願いします。学習会もありますのでよろしくお願いします。お疲れ様でした。あとこの後すみません、ここでちょっとチェックをしますので、なるべく速やかに撤収していただけたらありがたいです。お疲れ様でした。Thank you.